アーノルド・パーマーは株式会社レナウンによる日本独自のブランドである。つまり、海外デザイナーブランドや海外ライセンスブランドではない赤、黄、白、緑の4色の傘のロゴマークが特徴。このブランドが開発された1970年代当時の日本は戦後最大の空前のゴルフブームを迎えていた。日本中のあちこちでゴルフ場が建設されていて、まさに 日本中が建設ラッシュ状態。そんな時代背景をベースに、レナウンの商品開発室の一人のマーチャンダイザーによって開発されたブランドである。ブランド名は、デザイナーの名前ではなく、プロゴルファーのアーノルド・パーマーから付けられた。プロゴルファーの名前をブランド名にして、ゴルファー本人を CM に起用することで、イメージをブランドに重ねた。ゴルフ傘をモチーフにした。 独自のブランドマークも考案することで、図形商標も取得して、国内ライセンスビジネスも展開した。大町社の子供用ピオピオサンダルアーノルド・パーマーは、日本初のトータルファミリーブランドでもある。老若男女を対象に、商品展開したブランドは、アーノルド・パーマーが初めてだった。ラルフローレニやギャップなど今では、珍しくないが、それまでの日本には皆無。アーノルド・パーマーは、 デザイナーではなく、一人のマーチャンダイザーによって、開発されたブランドだったからこそ、日本初のトータルファミリーブランドも、可能になったと言えるだろう。当時、エナウンは、日本最大のアパレルメーカーであり、社員デザイナーや社員パターンナー等も多数で、人材豊富だった。そのため、婦人服、子供服、女性下着、と担当別による複数のデザイナーがデザインすることが、可能だった。 マーチャンダイザー開発ブランドだったので、複数のデザイナーによって洋服が制作されても、一人のマーチャンダイザーの下でのブランドコントロールが過となり、共通となるブランドマークも付けたので、ブランドとしての統一感を生み出すことに成功。そして、日本初のトータルファミリーブランドが誕生した。時代性を反映した日本独自のブランド、アーノルド・パーマーは、芝叩く間に、 人々の心を捉えて大ヒット。戦後最大のブランドとして大成功を収めた。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで傘のマークはありとあらゆるアイテムとなって日本中に溢れた。ライセンス展開も拡大する一方であまりにも反乱しすぎたアーノルド・パーマーはやがてブランドとしては飽和状態を迎えてしまう。一世を風靡したブランドはいつしか大衆ブランドと化し、 やがて過去のものとなっていった。2000年代前半になって、アーノルド・パーマーが復活。企業として傾いていたレナウンからは、優秀な人材が続々と、タッシャーアパレルに流出。倉庫整理をしていた時に、ブランドが開発された当時の原画等がたくさん見つかった。そこで当時の商品を忠実に復刻したところ、 氾濫しすぎたことや安易なライセンス路線といったことが、せっかくのブランドをダメにしてしまった。前回の教訓から、今回は、開発当時のクオリティを崩すことなくブランドを守る、路線に変更。2001年から、販路も百貨店ではなく、高感度なセレクトショップ中心に展開することで、ブランドとして申請した。2014年からブランド名もアーノルド・パーマー、タイムレストし 今では30代ファミリーブランドとして SC などで展開している。ありがとうございます。